ヒルダが皇嗣として確立されることが正式決定してから、宮内省と司法省との間で様々な討議が行われた。つまり皇嗣という地位を単にカイザーの配偶者にとどめるか、帝国の共同統治者であり帝位継承権を持つものとするかどうかである。ヒルダのみに限れば彼女が共同統治者となることは既定の事実であったし、その能力執権はラインハルトでさえ舌を巻くほどの名鉄な女性であり、その資格は十分すぎるほどである。だが将来にわたってはどうか。将来何らの才能もない女性が皇妃になり国政に干渉して混乱を生ぜしめる危険性はないであろうか。皇妃の発言権に制限を加えるべきではないだろうか。議論は百出してまとまる気配もなかった。もっとも共和主義者から見ればそういった議論は冷笑の対象でしかないだろう。そもそも血統によって最高権力を継承すること自体が誤りなのである。第一、皇妃よりもまず皇帝が無能、堕弱、愚劣であったなら国政はより混乱するではないか。そうであるには違いないが、専制政治である以上君主に対する女性の影響力について帝国の高官たちは配慮を怠るわけにはいかなかったのである。